安藤桜は日本の女優。旧姓安藤桜。結婚後の本名江本桜。東京都出身。学習院女子大学国際文化交流学部卒業。ドン牛クラブを経てユマニテ所属。夫は俳優の江本優。父の俳優奥田栄治。母のエッセイスト安藤和の間に次女として誕生。 姉は映画監督の安藤桃子。母方で祖父方の曽祖,祖父は戦前の首相の犬飼いたけし。5歳の時に父の舞台を見て女優になろうと決意するが芸能一家という周りの声が気になり小学2年生の時にその夢を一旦封印。学生時代にアルバイトなどの経験を積んだ後に高校生の時に女優の道へ進む。2007年に父、 奥田英二が監督を務める映画、風の外側にクランクイン直前に降板した主演女優の代役として出演しデビュー。映画デビューとなった同作品には両親が出演しているほか、姉、桃子も助監督として参加している。2009年、その幸運が監督を務めた映画、愛のむき出しでカルト教団の勧誘員、小池を演じ、ひときわ強い存在感を発揮する。 2011年、映画、ケンタとジュンと、カヨちゃんの国をはじめ、立て続けに注目作に出演し、第84回キネマ巡邦ベスト10、助演女優賞を受賞した。2013年1月、映画、家族の国の演技が高く評価され、第86回キネマ巡邦ベスト10、主演女優賞を受賞。また同賞で、助演女優賞を受賞。主演女優賞。 助演女優賞のダブル受賞は、キネマ淳法ベスト10開始以来初めての快挙。2014年、姉が監督を務めた映画、0.5ミリとオーディションの募集記事を見て応募した、100円の恋で、主演を務め、2年連続で、キネマ淳法ベスト10主演女優賞をするなどその年、多くの主演女優賞を受賞。翌年度第39回日本アカデミー賞では、100円の 恋で最優秀主演女優賞を受賞した。キネマ淳ーが企画した、オールタイム、ベスト映画遺産日本映画男優、女優100の、女優ランキング第8位に選出された。2016年4月スタートの、ゆとりですが何か、で連続ドラマ初ヒロイン。2017年3月3日に行われた第40回日本アカデミー賞にて、西田敏行と共に司会を務める。 2017年に第一子を出産し育児への専念を予定していたが、何度もオーディションに挑戦し落選していた憧れの NHK 連続テレビ小説のヒロインのオファーが届き、夫や両親、義父母の知った激励や NHK 側からの育児に協力するとの約束を受け、育児と撮影を両立することを決意。実に1ヶ月も悩んだ末にオファーを受諾し、 2018年10月1日より放送の満腹のヒロイン、立花福子を演じることとなった。1月のヒロイン発表では連続テレビ小説史上初のママさんヒロインと紹介された。NHK の働き方改革も背景に NHK 大阪放送局内にキッズスペースが開設されるなどのサポートが提供され、ほぼ毎日子供を NHK に連れての撮影に臨む。 2018年、リリー・フランキーと W 主演した映画、万引き家族が第71回カンヌ、国際映画祭にて、コンペティション部門で最高賞のパルムドールを受賞し、女優としても高い評価を得た。国内では、数々の主演女優賞を受賞し、第92回キネマ順法ベスト10と第73回毎日、映画コンクールではその年、別の映画に主演した夫のモトと共に、 夫婦で主演賞に輝いた。愛の向きなしに出演した際に CNN のまだ世界的に名前は売れていないが演技力のある日本の俳優7人の一人に選ばれた。女優という職業については普段思ったことや感じたことを言葉にするのが苦手で、だからこそ脚本や監督があって体を使って表現する職業に興味があるのかも知れないと明かす。 だらしない女性の役を演じるときは、女優さんが汚い役を演じていると思われるのが嫌で、本当に汚くだらしない人間になろうと心がけるが、そのためにハオガタガタにしようとした際には、視界に断られた。百0の恋では、ニートからボクサーになる主人公を演じるため、まず太ってだらしない体型を作り、撮影の後半の10日間で体を絞り、プロテストに合格できるようなボクサーの体型を、 作っていった。身長は160センチメートルだが、スクリーンで見ると、実際よりも大きく見られ、初めて会った人に、意外と小さいんですね、と言われることが多い。NHK 連続テレビ小説、満腹の制作統括を務める真鍋一志は安藤について、幅が広く、役を表意させる。単純に綺麗なだけでなく、物語の人物として生きることができ。 ちょっと、一味違うと思っていたと評している。映画、万引き家族が、カンヌ国際映画祭にて、パルムドールを受賞し、安藤自身も、海外メディアから高い評価を得たが、特に審査委員長を務めたケイト・ブランシェットは、もし今回の審査員の私たちがこれから撮る映画の中で、あの泣き方をしたら、安藤桜の真似をしたと思ってくださいと安藤の芝居を絶賛していた。 母方の祖父には、元法務大臣の犬飼健、曾祖父には、元内閣総理大臣の犬飼武氏、最重氏には、元国連難民高等弁務官の尾形貞子がいる。2008年の秋田十文字映画祭で出会った、俳優の江本というと、3年の交際期間を経て2012年3月14日に、婚姻届を提出し、結婚、言も、俳優のエ本とと、 カのの長男にあたるたた。るめ、め世俳優同士のビッグカッグプルとして注目を集めた子供の頃から映画作りを近くで見てきたため、映画とどう向き合うか、父から影響を受けてきたが、女優として大きく影響を受けたのは、同じく芸能一家のエモト家に嫁いでからだと話す。父が監督を務めた映画、京子と周一の場合で、夫のエモというと W 主演を務めた。 NHK 連続テレビ小説、お日様では、既定の柄本次生と、夫婦役、義母の門替和江の嫁役を演じている。父の映画に出演した際には、お店や小田急線沿線で自ら、チラシ配りもやり営業活動をしていた。2017年3月7日に第一子妊娠を発表、妊娠7ヶ月で6月に出産予定とされた。映画、ディスティニー。 鎌倉物語撮影終了後3級に入り、同年6月27日のウェブムービー、元、落語家話が下手な、元話家の話公開プレミアム上映会において、夫の江本が第一子出産を報告。性別は内緒とされたが、後に安藤が女児であることを明かしている。ありがとうございます。